こんにちは、Kです。今回はドルイドの火をやりたいと思います。木の皮と木の枝、そして料理本を集めるミッションです。樹皮と枝は水中の木のオブジェクトに引っ掛けることで入手できます。ここはクアンキンです。引っ掛ける場所の指定がないので、どこの木から入手しても構いません。お気に入りの木から引っ掛けて集めましょう。次にマッドウォーターの木です。ちなみに樹皮や枝はバックパックに入れなくてもクリアすることができました。終わったら料理本を取りにサンホアキンデルタに向かいます。ここから出発します。カボチャが落ちていた場所の反対側にあります。すべて集まったらウィーピングウィローに向かいます。ここから出発します。あとは火をつけるだけです。以上になります。ご視聴ありがとうございました。